どうもコロナ研の塚田です。渋谷です。はい、というわけで今回はですね、学生さんをご飯で応援部活飯ということで、なるほど、こちら北海道大学前にやってまいりました。目の前の強風で目の前の自転車がちょっとね倒れてしまいました。パワーすごっ、パワーすごー。はい、というわけでですね、はい、北海道大学前でございますので、はい、そうなんですよ、もう学生さんに向けた飯が集合している地域でございます、はい、早速行ってみたいと思います。僕たちが訪れたのは北海道札幌市にございます北海道大学前にありますレストランクラーク亭さんでございます。綺麗でとても広い店内となっております。果たしてどんな料理が出てくるのでしょうか。まずはお店の方にお話を聞いてみましょう。はい、というわけで、オーナーさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのお店、店内も綺麗で広くてすごいんですけれども、あれはクラーク亭っていうお名前なんですけど、これ由来とかってあるんですか。まあ、たまたまあの特大の万が一、はいはいはい、ここじゃなくて、ね、北十三条の特大の万が一で始めたんです。そうなんです。もともとは違うところで、うん、ここじゃなくてね、はいはい、1丁ぐらい来たので、うんうん、食べたんですけども、その時になかなか浮かばなくて、ほう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 、ある部分の人もなかなかに先輩が、うん、ね、一回近いんだから楽しんでいいんだろうという、まあ兄かとかそのアドバイスで、はい、やっぱりこの学生さん多いですか。お客さんは学生さんはそうですね、あの昼間は 2,3 割ですけど、夜はほとんど8割ぐらい。8割8割学生さんなんですね。そうですね。すごいな。やっぱりこのお店やられて長いんですか。その頃僕も若かったんですけど、30代から、すでに30年。え、長い。30から始めて30年で、今60いくつってことですか。そうですよ。いや、若っ。そうなんですか。マジいくつじゃなくて68年。本当っすか。本当っすか。めちゃめちゃ若い。肌ツヤエグいっすよ。じゃ早速ですね、おすすめのメニューをお伺いしたいんですけど、おすすめは学生さんに人気のハンバーグ 200g にトッピングにチキンカツ、照り焼きチキン、唐揚げ3個トッピングだそうです。ハンバーグとトッピングのやつ、じゃあそれぞれいただきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは到着しました。最高。ちょっとマジで最高すぎませんかこれ。いや、僕こういうの大好きなんですよハンバーグにチキンステーキ、チキンカツ、カレー、これデブ涙流してるメニューっすよいやすごいな、この皿の感じ分かりますかね。これほら、このこれなんか分かる、参考になるものがね。あ、非常に分かりやすい。スマホがこのサイズっすからね。じゃあちょっといただきます。ちょっとハンバーグ、じゃあいただきますね。ハンバーグソースがかかってますね。はい、いただきます。うまいこれだよ。うまい。こういうのを食いたいんだよ男は。こういうのだよ。これこれ、うわ最高。これわかりますかね、肉汁がねじゅわーっと。いい絵です。あ、すごいすごいすごい。こんなもう全然あの学生飯だからって言って手抜いてないですね。ハンバーグもしっかりふわふわジューシーで、肉の美味しさギュッと詰まってて、でソースがお肉の味を引き立てるような、もうなんていうんですか、ギトギトのソースでごまかしてないというか、ちゃんとハンバーグで、ハンバーグの美味しさを伝えてきていますね。このチキンステーキ食べたらね、すごい。チキンステーキ。すげえわこれ。うん。照り焼き。照り焼きですわ。照り焼きっておっしゃったんですか。うん、あ、
照り焼きの、うん、チキンステーキもただ焼いただけじゃなくてもうふわふわに焼き上げてて、で皮面もちゃんとパリパリにしてあります。んでもう本当にチキンステーキとしてのクオリティそもそも高い。これが120円でトッピングできるのちょっと信じがたいコストパフォーマンスですね。もうご飯進む味付けすぎる。唐揚げもいただきます。うん、飯が進む唐揚げ。うん、衣にしっかり味がついてて、これだけでも全然進みます。チキンカツ、うん、これすごい。うん、チキンカツが、うん、結構パサパサなチキンカツと合うと思うんですけど、めっちゃくちゃジューシー。もう今度はジュワーって肉汁出てきて、ハンバーグといい、もうそもそもの料理のクオリティがもうすごい高いです。はい、私はチキンカツカレーですね、大盛りにしていただきました。でトッピングに唐揚げ。でかいな、この皿。あ、カレールーだけ一丁いただきます。うまい、うまい。このほら、このね、この水っぽい感じの方。いや、水っぽいって言うな、お前。サラサラ系っていう、サラサラ系っていうのこの野菜がもうさ、いいよそのスクレップ。これ分かるかな、見えてますか、この野菜がもう溶けてる感じの、もううまみえぐいですわ。カレーもちゃんとうまいんだ。ごめん、合うわ。チキンカツ言うとりますからね。カレーもバッサリつけて、うまっ。わ、ほんとだね、ちゃんとサクサクだね、中柔らかいし。うまっ、食えちゃうな、この量でも。マジうまっ。普通にお食事を楽しませていただきました。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、というわけで、はい、完食します。寝てますわ、寝ちゃったわ。美味しいもんいっぱい食べて眠たくなって寝ちゃってますわ。あ、安村さん、お、なんか言ってる。安村さん、安村さん、そんなに殴らないで。ひどい事務所、ひどい事務所だ。やめてください。すいません、悪夢見てました。すごい悪夢じゃん。すみません、最高の美味しかったです。いや、うまかったね。いや、ちょっと量すごくてさ、うん、ちょっと大丈夫かな、食べれっかなと思ったけど、うん、意外とペロッといけちゃったね。いや、美味しいから、うん、食べれちゃいます、全然。増えた。というわけでね、うん、ぜひ北海道に来てたらふく食いてという人、ぜひこのクラクテーさんに来てみてください。はい、それでは、ありがとうございました。